おかえり、イリナ。ただいま、レフ。同志レフレプス、正式な候補生に最小格とする。宇宙に行けるかと思うとワクワクするだろ。歴史に残るのは宇宙飛行士第1号だけだ。それ以降は名前も残せない。約束したんだ。勘違いしないでよ。他の人間に負けてほしくないだけだから。俺は空を飛ぶ。このつまらない世界に革命を起こしたいっていうのは本当？吸血鬼イリナ・ルミネスク、この子はそのための武器になり得るんじゃないの？私この町を離れるわ。送別会とかはいらない。だけど応援ならしてあげる。夜のピクニックだ。ホロデーツじゃないか。まあいいわよ。レフが宇宙飛行士に選ばれたとしても、その時私は同じ場所にいないだろうから。私って役に立ってるんだよね。祖国のために人生を投げ打ち、大切な人を犠牲にするという選択を迫られることもあるだろう。上の決定を待たず勝手に行動されては困る。レフ、イリナちゃん、しっかり見張っていろ。宇宙への道を切り開いたあなたに、できないなんて言葉は似合わない。レフさんに会いたくないんですか？会いたい。会って話したい。史上初の宇宙飛行士になる人とも。絶対に必要なものならわかります。命を懸けてでも宇宙を飛びたいという気持ちです。